はい、こんにちは、新しくですね、キャンプ用品ということでメスティンを買いました。中身見ていきたいと思います。はい、まず、蓋開けるとこんな感じで麻袋が入ってます。これが麻袋です。これが入ってます。こんな感じのものですね。はい、これを、こう開くんですかね。はい、開いて、このここにですね、固形燃料を置くという感じの使い方になります。ただ今日固形燃料ではありませんので、これはちょっと後ろに置いておきま す。網が1個付属品として入ってます。風よけが入ってますが、またこの青いフィルムに包まれてますので、撮りたいと思います。はい、ということで、風よけですね。こんな感じです。とりあえずちょっと裏面倒なんで、フィルムが貼ったままなんですが、このままこのようにして巻いて使いたいと思います。はい、米このように用意してありますので、これをメスティンの中に入れて米を炊いていきたいと思います。だいたい弱火で10分ぐらいというふうに書いてあったので、それぐらいでやっていきたいと思います。はい、めちゃくちゃあれですね、米が水を吸ってます。はい、とりあえず弱火で10分やっていきたいと思います。この風よけもせっかくついてきたんで、今日は使っていきたいと思います。はい、このままはちょっと10分ぐらい待ちたいと思います。はい、今日カレー食べるんですけども、これですね、こちら見てください。稲葉の甘口カレー、これ食っていきたいと思います。レンジでさらに美味しいというふうに書いてあるんですけども、一応これ基本的にはレンジで調理するものなんですけども、お湯でもいいということでやっていきたいと思います。はい、完成しました。こんな感じですね、中身は。はい、これでちょっとしばらく、蒸らしていきたいと思います。ちょっと開けてしまいましたが、蒸らしていきます。はい、じゃあ続いて、カレーやっていきたいと思います。これも一気に一気にやっていきたいと思います。はい、ということでレトルトカレー完成しましたので、取り出したいと思います。はい、こちらですね、完成しました。沸騰した、ちょっと汚いかもしれないですけど、このお湯でコーヒー入れていきたいと思います。はい、ですね、外ちょっと雨が降りそうなんで車の中に入ってきました。このように、雨が降り出しそうになってますので、この、
この上にですねカレーかけていきたいと思いますので、はい、ちょっとカメラ持ちながらはかけれないのでこれで一回切ります。完成しました。この初メスティンを使ったカレーですね。はい、美味しそうなカレーができました。はい、あとコーヒー、これ山コーヒーと言います。はい、あとこちらローソンで買いました、お餅で巻いた餅食感ロールショコラ、これデザートですね。あともう一品あるんですね。あともう一品はちょっと車の前の方に置いてきてしまったんですが、イカリングの揚げたものですね。イカリングフライみたいなのがあるんで、それも一緒に食っていきたいと思います。はい、今日は初メスティンを使ってカレーを作ったよという動画でした。それでは。